はい、アイスダンス、リズムダンスいきますか。えー、っとね、前半の参戦者みんなミス。はい。ちょっとどうしちゃったのかなっていう感じですよ。まずラジュダが、うん。ツイズル、ちょっとミスが出ましたね。はい。うん、で、なんか前回もって良かったのに、今回ちょっと全体的にいつもよりとり合ってなくバタついたというか、ちょっとね、そんな感じもしましたね。いつもとちょっと違かった。うん。 74.74 74ですね。まあ、本人だ、男性特に納得してなかったですね。うん。前回の方が良かったなっていう気がしますね。はい、で、フルソレも、フルソレは特に今日よく滑ってなかったですね。うん、しかもツイーズルであの結構大きなミスしました。うん で、彼女たちもいつもより滑ってなかった。スピードもなかったので、なんかちょっと違うなって感じましたね。74.82です。いつもの彼らはもっと滑ります。うん。はい。で、フィアギブ。フィアギブもちょっとどうしちゃったんかないつももっといいんですけど、スイートドリーム。うん。ツイズルで女性激しくミスが出まして。 で、その後、なんとか中盤からね、なんとか立て直したんですが、まちょっとやっぱり今一つの印象ですかね。もっとヒアリブも滑ります。うん。までもヒアリブは、中盤は良くなってきたかなっていう感じはしますけど、ただ、もっとできますね。だから、ちょっとやっぱり、あの、なんか、噛み合ってないか噛,噛み合ってないっていうか、ちょっと、あの、なんか、うん、滑ってなかったなっていう。滑ってはいたんだけど、なんかちょっと、今一つ足りなかったなっていう気がしますね。 はい。で前,前半3選手はそんな感じで、皆さんミスがありました。で、一方、後半なんですが、皆さん素晴らしい演技でしたね。まずはギアファブですね。はい。ギアファブは、えー、っと、あ、まずね、6分間練習の時にね、特、特米とギアファブがちょっとぶつかりそうな、ぶつかりましたね。うん。ね、6分間練習でで、今回ちょっとそんなね、ちょっとヒヤッとしたんですけども。で、ギアファブについては、 よかったです。非常によかったと思う。うん。あの、ステップも非常によく滑ってて、ついつれも、まあ、なんとか2つ目もね、離れそうになったんですが、まあ、なんとか合わせてコントロールできていたなっていう感じです。で、コレアリズムも素晴らしかったですね。あの、ステップも本当によく滑っていて、蹴りもいつもよりあったかもしれませんね。うん。ニュアファブは非常にいい演技やったなという感じです。 85.82ですね。うん。でもだんだんなんかちょっとずつが分かってきた。あのアイスタンス。うん。最近ハマってて、なんか、あの、うん。で、えっ、ー、と、チョクベイ、かった。チョクベイはね、いつもより気合入ってましたね。うん。あの、表情とかも含めて、キレもね、気合も抜群で非常によく動いてました。まあ、前半から中盤、後半、全部まんべんなく良かったなっていう印象で、すごく良かったですね。うん。 パターン、ミッドラインも良かったと思いますね。はい。89.15で90点に間近に迫ってきました、ね。素晴らしい演技でした。うん。あの、今回は点数の通り良かったと思う。直米、うん、の方。直米の方良かったと思うね。ね確かにね。そして、パイポーですね。パイポー。パイポー僕すごい好きな組なんですよ。うん。好きな組で、えっ、ー、と、ちょっと注目しているんです、したんですが、えっ、ー、と、今日のパイポーは、 エッジワーカー良かったんですよ。いつも通りね。でも、ちょっと滑って、いつもに比べると滑ってないかなっていう感じですね。うん。前回とかその前とかはもっと滑ってた印象があったんで、その時に比べるとですよ。あの、ちょっと滑ってないかなっていう感じです。でも、エッジワーカーはね、良かったですね。特にポワリエさんのスケーティングいつもですね。うん。ただ、ポワリエさんも決めて、お二人とも、男性特にあれかな。今日は、うん。 ステップもちょっと、今一つ、ちょっとだけは遅れたかなっていう感じしましたね。うん。まあ、あの、パターンダンスステップは良かったと思いますね。はい。でもやっぱ点数も85.1なので、えー、最初の2人にあの届かなかったんで、3位なんですよ。でなんで、ああの、僕の印象のままだっていう感じだったんで、今回は印象通りの点数かなっていう感じですね。 うん。パイプをもっといつも滑るんだけど、ちょっと、ちょっと、ちょっとだけね噛み、滑ってなかったな、噛み合ってなかったところもあった気がするな。うん。もっともっとね、二人いつもいいなっていう感じなんで。うん。まあ、直米は本当に良かったですね。そういった意味ではね。はい。という感じで、前半と後半は本当に全くあの逆になりましたね。うん。前半の選手と皆さんミスがあったんで、ちょっとメダルからかなり遠のいてしまったなっていう印象です。はい。 ありがとうございました。